皆さんこんにちは、ヒロゼットです。今回は、友達からのね塗装依頼でこちらのマスターグレードドムをね、塗装していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、とりあえずバラしていきます。塗るパーツごとに、バラしました。で、今回の色なんですが、赤をね3色で塗り分けてほしいということなので、まずは基本的な赤をね塗るために、白のねサフを拭いていきます。はい、それではね、1色目の赤を拭いていきます。はい、次にね、2色目の赤なんですが、少しね、暗めの赤ということで、これはね成型色がグレーなので、この上から赤を拭いて、少し暗めの赤を表現していきます。はい、次にね3色目の赤なんですが、こちらはね、ドス黒い赤にしてほしいということなので、下地にね黒いサフを拭いて、その上から、ドス黒く調色した赤を拭いていきます。はい、黒いサフのね拭き終わったパーツの上から、調色した赤を拭いていきます。
はい、次に、フレーム部と、武器なんですが、こちらはですね、グレーに黒鉄色を混ぜたものを吹いていきます。はい、次に、もともと赤い部分をですね、このフィニッシングサーフェイサーブラックでね、黒色にしていきます。はい、次に、成型色のまま、使うパーツにはね、水性艶消しクリアを拭いておきます。フレーム部に、ガンダムマーカーでね、色を塗っていきます。Thank you.
はい、仕上げの光沢クリアを拭いていきます。はい、フレーム部にも水性つや消しクリアを拭いていきます。はい、クリアを拭いて1日乾燥させておいたので今から組んでいきます。
いいね。はい、それではね、塗装前と比べてみよう。はい、かなりねオリジナリティあふれる色になりましたけども、動画ではね、腕とか足の部分が茶色に、まあ、見えてしまっているんですけど、実際はねもうちょっとね赤くどす黒い色になっております。ご本人はこの動画を見るまではどんな仕上がりになったかを知らないので反応が楽しみですが、気に入ってもらえるといいなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。よかったらね、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。